最新機種で勝つ、実戦ということで、負けたらすっぴん、前回もここで負けたらすっぴんだったんですよね。平気だと思っているっていうことですか。結構頑張れたはずなのにな。164枚、継続させるのむずくないですかね。ハイパーゲート行きました。さっき多分この辺で当たったんですよね。おお、レインボー、やった、当たってたんだ、素晴らしい。見えている、当たってるよね、さすがさっきのレインボー。よし、248ゲーム、こっちは215ゲームですが、さあセイラムチャンスかな、ギリギリ投資は8000のままで済みました。 OK 248 OK です。地球人がってな、え、あ、あ、どういうこと、セイラムじゃないのかな。お、お、エピソード青7だ、やった、そういうこと、はいはい、そういう話ね。エピソードボーナスでございます。青7ゾロイのエピソードピークボーナスは2セット以上の AT 確定、まあ、ちょっと継続しやすいというか優遇されている方のボーナスですね。とにかく8000使ってるんで400枚は出したいです。57枚、 OK、 さあアルゾーのゼロ入ります。で、おお、まあそうか、ここは勝利確定のやつってことですね。しかも全部ナビしてくれるっぽいな。ドルリミット。お、待って、ここでレア役ですか。はい。お、ボーナスゲット。ビッグゲット。レア役でそうだもんね。勝てるのが確定だから、レア役引いてもう勝ちは確定だったので、ビッグボーナスをもらえた感じなのかなと思います。さて、増やせますね、まあまあ。ボーナス確定。よし。ビッグボーナス。うん。キープオンタイム1個持ってる。今のところ253枚。やばい、期待度に。でもキープオンタイムがあるぞ。まずここからチェーン、とりあえずここで稼ごう。あー、リプレイじゃダメなんです。終わったー。お、なになに、あ、そんなやつに戻ったのね。よいよ、すごいけど、あ、バトルいっちゃう。あー、多分これがラストチャンスですよね。多分ね、1回だけですよね。私超能力使えないから、そう、316枚、まあでも本当400枚近くはあるかも。
最初にねちょっと持ってたコインもあったんで、46枚貸しでしょ、多分マジトントンぐらいだと思います今。はい、まあちょっとエピソードボーナスも引けたんですけど、今日はあんまエスパー働かないなと思って、ちょっと私にはまだ早かったかなと、思いますので、違う台に移動したいんですけど、新しい台ですよね、1ヶ月以内のやつもスロットないんですよ。でパチンコどうですか、パチンコダメなんて言われてないですもんね。でそうですよね、なのでちょっとパチンコの1ヶ月以内に導入されてる新台を狙いに行きたいと思います。空いてればいいな。先生見事に全部埋まっております。最新台が、3台1台ずつなんですけど全部埋まってますね。じゃあもうお店的に最新台ということで、最新台の札が刺さってるんで、番長2どうですか、もし番長2設定付きのやつですよね、これね1回打ったことあるかもしれないぐらいかな、まあ、結構前の台ではありますけど、もう空いてないんで応援します。はい、それでは、いろいろありましたが久しぶりにパチンコ実践いきたいと思います。設定1でも239分の1なんで、そんなに重いやつではない。青保留、お上も光って緑になった、お番長チャンス、おお岩尾じゃん、え、もう勝てるって思っちゃう、岩尾来たら、岩尾が出てきたら、とりあえず、お番長の帽子があった、ギジルっしょギジルっしょ、ギジんないの、いやいやいや、そんなバカなよ、そうそう、お番長ミッション、はい、はい、男扇、はい、コンボ1、ああ3か、ああまだ続くのね、はいはいはい、いっぱいリーチを増やすのですね、はいはいはい、ねえ、うん、いく、おおお、うん、押す、押さない、押す、押す、はい、ダメ、すごく盛り上がってたけど残念です、だよね、ちょっと岩を乱用しないでほしいな、私の岩を、お、どれだ今のかな、何にも変わってないけど保留は、お、でも兆しが前兆来てます、赤までいけ、次だよね多分ね、お、上から降ってきた、とどろきロゴが、お、襲来、え、これはボタンじゃんがいいのか、続く系なのかな、お、ボタンちゃん、うん、続くね、岩を出てこんかしら、あ、特訓が若干、お、いいよ、ボタンちゃんがいいかな、でもやっぱり、いいぞ、
お調子だー、ドン。あー、嘘、乗りよ、お前かよ。まあでも特訓いけばいいか。お、距離10周。外れて特訓だと思うんだけどな。来ました。はい、一旦直そう。ナボ4。おお、いいいいいいじゃない。お、ガビガビしとった。はい、名言。そして何個いこう。はい、うん、 3.5 増えない。 3.5。 当たってくれー。おーおーおーおお、タイトル入りました。おお、いいじゃない。キャプティーバドミントン、はい、はい、頑張ってこい。一撃入魂、一撃入よしよし、100ゲームかな、ジャスト、イエス、当たりました。キャプティーバドはやっぱ熱いな。ドン。で、9だけど、でもいただきジャッジには入りますよね、絶対ね。さあ、番長ボーナス。右打ち。はい。はい。はい。なんだろう、何になったんだ。ちょっと、選ぶ余裕がなかったけど。まあ、いいか。よし。で、次に、いただきチャージいきます。ほい、はい。さあ、おおおおおお、いただきチャージだよね、これね。先生、そんな毎回出てくるのかな、ちょっとわかんないんだけど。あ、毎回来るのか。おお、赤い。あ、あっちいっちじゃん。おおおお、やった、昇格した。 DX エクストラ行けました。今のいただきチャージじゃなかったんですね。いただきチャージ出てくるっぽいですもんね、入るときね。なんだ、接近してる。どういうこと、ついていけない。おお、出んだ。青七をつかみ取れ。おおおお、つかみ取った。全開突破です。果たしてどうなっているのか。かわいい。どうですか、
あーまだ、なるほどね、あーチャージだったね。あここでか、なるほどね、ここでそれいただき取るまでやらなきゃいけなかったんですね。なるほどなるほど。思い出したんですけど、打ったことあるけど当てたことなかったです、多分。うわ全く初めて見ました。それ3点じゃないのかな、青7じゃなかったのかな、 EX 謎です、わかんないけど、とりあえず行きます。いただきジャッジ、これがね本来のおそらく、オース対決勝利で2000ポイント獲得。お、いいよ、まだらよ、なあ4回のうちの6分の1を当てればいいってことなんだと思います。ラストです、多分チャンスだと。これがあの迷彩柄の緑の迷彩柄だったりするんでしょうね、きっとね。ガチャッピーだよ、あーダメそうです。ここまで行かない、うん、残念、単発どういうことになりますかね。あ、赤なの、あ、青7じゃなかった、あれゲットしてたんじゃないのか。単発で終了いたしましたが、ちょっと分かんないうちにさらっと終わってきました。なんか中途半端なの嫌なんで、あと500円だけトライしていいですか、追加入れて。追加投資します、最後の悪あがき。お、赤だよ、まだ追加投資分は使ってないんですけど、赤まで行ったよ。さっき一撃入魂だったな、そういえば熱いっすって出てたけど。でももう対決行くの、まだじゃない、もう、お、まだらだ、お、先生、先生来た、よし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 、特訓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 、あーお願いします、はい、弱いな、化石来い化石、作ります、立ってくる、お、まだあるね、お、ガビガビ、さあまたあります、よし、あ、終わりかな、終わりか、星3つ、いやでもあの赤のね煽りに期待したい、うーん微妙だな、うん赤いよ、頑張れ頑張れ頑張れ、やっぱ一撃入魂とか出てこないとダメなのかな、からの復活とかないよね、はい、お、お、
ここのビカビカが来ております。これが赤だったらね、確か期待度 80% オーバーって書いてあったと思うんですけど、白なんでね、でワンチャンあるかな。おー、赤い上から頼むよ岩尾さん。もう対決でも、おっ岩尾ちゃん、え番長呼んで、え勝ってほしい勝ってほしい、もうここで決めて、おなんだったびっくりした、はい何、あ番長五六来ました、あっちいな、小さな歩みの一つ一つ、あっ押す、あまだ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 いきますよ、ボタンちゃん来たから続くのかな、またまた、よし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 、叶わなかった願いが芋に歩き出せ、ああ行くぞ、オッケー、ちょっと岩尾とは戦わせてくれないですね、徳川氏でも結構熱いと思います、4つドドン、5、6期待度アップ、もう5、6は行ったけど、おあこれか5、6ね、はい、そうじゃ、またお、じゃあ出る出るぞ、これはよし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 、ああ 3か、また最終結果、でも岩尾出てきてくれないのか、じゃあ、いやさっきと一緒やないかい、やるぜお前よ、またチャンスアップが欲しいよね、え弱っ、緑嘘でしょ、いやこれはあえての緑なんじゃないか、やったー当たったー、惜しいです、あ泣きの追加500円してよかったです、やったー249ゲームではなかったですね、総投資は1万4千円になってしまいましたが、あ、違う、1万2千円だ、ごめんなさい、1万2千円でございます、よし、これを伸ばしたいよね、結構でも最後の方めちゃめちゃ熱いの来てたんで良かったです、当たってくれて本当中に入賞させて対決を獲得しよう、まだまだこれからよ、はい、あ、違う人のにすればよかったな、トドロキさんにしちゃった、またオッケーよ、ここでさっきねプチューンってなったんですよね、ここから行くぜ、はい、いただくぜ、いただきたいぜ、いやー弱そうだよ、まだまだ、あ、こっからねチャンスアップね、お、あー、うん、いやチャッピーの一人とかマジでバレーボール、人によるよね、
はい、いただきジャッジ。とは見てればいいのか。男の生き様見せてやるぜ。はい、お願いします。6分の1のはず。チャンスアップ、鉄です。男気上昇中です。ワンチャンあるか、連打か。でもどう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 、ダメー。やっぱタッチ強いんだよ、イストリは。ガチの単発です。なんだ。はい、ありがとうございます。実戦終了です。お疲れ様でした。いや、最後に当てられてよかった。もうそれだけで私は満足です。ありがとうございました。本日はですね、スロットとパチンコをどっちも打ちまして、スロットコーナーで最新台のアルドノアゼロ、こちらを打ちまして、パチンコの方では、まあ、ちょっと最新台がね、結局最後まで開かなかったんで、まあ、店としての最新台再導入していた、オス番長2の設定付きパチンコ打ちました。そしてトータルですね、総投資が12,000円、安いです。安い方で、回収が、合わせて枚数換算で422枚ですね。ですのでマイナス130枚です。勝ち、もう勝ち、もう130枚なんてもう勝ちですよ。もう勝ちみたいなもんです。はい、ということで、罰ゲームは回避ということでよろしいでしょうか。分かってました、すいません。いやー、すっぴんか、嫌だな。もうね、本当さっきも話してましたけど、劣化が始まってるんで、もう いよいよね、まあ、結構前から始まってますけど、まあ、なるべく次回の撮影までに肌のケアを万全にして、なるべく綺麗な素肌で着たいと思いますので、どうぞ。いや、誰も得しないんですよこれ。誰得っていう罰ゲームなんですけど、まあ、それを無理やりやらせてくるのがこの番組です。ということで、次回はすっぴんでございます。ただマスクがあってちょっと心強いかなと思いますので、また次回ですね、ぜひとも私のすっぴんとともに、抜群に勝てる実戦にしたいと思いますので、楽しみにしていてください。ということで、本日はここまででございます。皆さん、いいね、評価、そして、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。